We are Team 48 の小田です、あまりなです、あみかです、えんです、おとまです。イエーイ。今回早速なんですけど、皆さん、はいはい、スマホはお持ちでしょうか？スマホって何ですか？スマホって何ですか？あれ、まあ、皆さんがねよく使うスマホなんですけど、今回はそれにまつわる企画をちょっとやりたいと思ってですね、はい、まあフライングタッチって皆さんご存知ですか？フライングタッチ、フライングタッチとは、とは何ですか？まあ、言うたらシンプルに言ったら、こう見ずに、まあキーボードを打つ、うん、あっていう動作、動作ね。まあパソコンとかブラインドタッチってよく言う、 あれはもうほんまに見ずにパソコンを打てるみたいな感じで、はい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 、スマホ もよくみんな使うやん、この、うん、そうですね。で、今回は、はい、それを使って、まあ、とあるゲームをしたいと思います。今回やる企画は、バイカーチキチキスマホプライドタッチゲーム、イエーイ。ルール説明なんですけど、はい、電動ゲームとちょっと似た感じで、今回はスマホのノート機能を使って、はい、一番最初の人がお題を作って、はい、まあ、それをブラインドタッチします、はい、で、それが最後の人まで、まあ、伝われば OK っていう、うん、みんながちゃんとブラインドタッチでちゃんと打てることができるか、できるか変わるね。ちゃんとスマホで文字を打てることができるか、まあ寝起きなんでね、スマホで、はい、まあ、ブラインドタッチして文字を打てるか、今回、はい、検証していきたいと思います。企画に進んだ方が多分分かると思うんで、はい、そうですね、移りましょうか。はいはい、レディゴー。はい、じゃあね、ちょっとおとちゃんにね、まずちょっとアイマスクをしてもらってですね、僕が頑張ってこれを伝えるんで、ブライドタッチでやっていきましょう。今回第1回目のお題はこちらになります。やっていきたいと思います。はい、うわ、うん、あ、とりあえずこれ僕見ていいんですよね？はぁ、けどこれちょっとわかるかもしれん、もしかしたら。携帯を見てください。はぁ、オッケー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 、はい、じゃあ見せますね、はい、解読した答えはこちらです。じゃあ行きます。次、若葉隣に座ってください。はい、はい、外しますよ。はい、あ、おいしい。寝てはいそうかな。うん、もうこれしかないでしょ。僕が解読したワードはこれです。じゃあ、お願いします。オッケーです。ああ、惜しいかもな。じゃあ次、お願いします。はーい。キリンキン。マブ。マブたち。はい。アミカが思った言葉は、キリン。これでーす。え、なんか、じゃあそれをアミカ友達見て、あなたが、お、一緒のこと打ててます。え、嘘、一緒のことは打ててます。あ、外します。はい、はい、うお、はい、何、どういうことこれ。じゃあ僕が思った言葉は、こちらになります。はい、いきます。うわ、むずっ。あ、マジ。オッケーっす。あまりさん見てください。はい。うん、うん、あ、そして、はい、ちゃんにそれを託してください。そのまま渡してあげて。はい、了解です。僕
僕と同じ答えであれば正解です。ですか、はい、じゃあ見てください。どういうこと？ちょ、私も文章意味わからんねんけど、いける ?OK ですか。はい、じゃあお願いします。ドン。機能交換してたけど無理です。機能交換してたけど無理です。何を何を僕が最初に書いた言葉は、はいはい、今日の晩御飯カレーライスはです。まだ、まあ俺のとこからも結構あれやったんやけど、うん、もうカレーライスのライス、カレーライスはまだあの音ちゃんまで伝わってて、うん、でそっからもうニューンってなってじゃあちょっとアミカ完璧やったから、アミカでらしいって次エンジャー行こうか。はい、じゃあお願いします。とアミカが考えた文章はこちらです。見えるかな。 OK、 行きます。見ます。あ、惜しい、惜しい、めっちゃ惜しい、惜しいな。やばい。じゃあ、アミカはこれでいきます。じゃあ、取ります。オッケーオッケー。なんとなくわかるけど、ちょっと待ってな。私の、まあ、見た感じではこれですね。こんな感じで、多分これだと思います。いきます。はい。長い。だと思います。じゃあ、見ます。見てください。これいけんちゃう？いけんちゃう？こーちゃん。じゃあ、はい、見ます。うわー、これすぐ分かったわ。書きます。僕が今回思ったお題はこちらです。ドン。これはいろんな意味で託したね。いろんな意味で。はい、いきます。僕はリーダーとしてね、これは絶対託さないと、絶対伝えなきゃ。いきます。やばいやばいやばい、これやばい。ごめん、これ一瞬しくった気する。見ます。けど、わかる、わかるかもしれん。これほんまに託しました。ちょっとこれ、了解です。じゃあ見まーす。勝ったね。あー、これはこうじゃないですかね。こうじゃないですかね。じゃあ、アイマスクつけまーす。よし、怖い。これなんで、いきます。マジか。え、でもでもでも、ほんまにいける？いけるいける。チョキ。どうした？ああ、うん。でも、うん、大丈夫だと思う。これは俺はこうかなと思います。思ったお題はこちらになります。じゃあ回してくれ。いきます。いきます。自信のほどは100点中12万8000点。おっ、それでは見ます。ん ?12 万8000点。おっ、12万8000点だ。見ますよ、いいですか。はい、どうぞ。オッケーオッケーオッケー。はい、書けました。じゃあ覚えていってください。お願いします。はい、いきます。でねん、その子がないと夢叶う。意味わからん。じゃあアミカ、はい、あなたは何を書きましたか。アミカが書いたのは、東映とみんなで夢つかもう。うわー、ちなみに覚えてる。え、次エンちゃん、なんめっちゃ結構伝わってた。東映とのみんなで夢叶えようやと思って。で、俺もそのまんまもうほんまにもうほぼ間違いないってなって、うん、そうですね、東映とのみんなで夢叶えようっていう、うん、で、僕4エイトなんちゃらか、まあなんかある程度は
うん、けど、じゃあ面白いがさ、お前さ、このホワイトボードにお前48って書きたかったやろ、はい、お前48ってなったやろ、あれ48恥ずかしい。で、全てを狂わしたのがあまりだ。お前かな。俺は48メンバーの、48メンバーみんなの夢かな、叶えるかな、うん、48のみんなで夢叶える、叶うみたいな。で、書いたらもうなんか数派、お前先輩や、過去年とか書いても先輩、次最後お前、はい、で、次ちょっともう最後ね、ちょっと一番まあ上手かった順番でちょっとこう、最後リベンジしましょう、ね、しましょう、はい、はい、じゃあお願いします、やりましょう、はい。じゃあ、私が最初に考えたお題は、でん、こちらです。それではいきます、よーいどん。オッケーです、まずはい、見ます。うわっ、うわっ、来た来た来た、完璧、嘘、イエーイ、やった、ハッチ、これはよっしゃ、他のメンバー間違ったら芝生は思う、アリカも咲くぞ、なんか目隠し取ってください、はい、おぉおぉ、アミカが思った文章はこちら、お、こんな感じでーす、打ちたいと思います、はい、打ちたて、え、またこれ来たこれ来た、見たいと思います、うわー、来たおぉ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 、マジこれ、ちゃん、この通りに打つんだよ、お、あ、え、はい、じゃあ、これは外していいんですか、どうぞ、おお、え、すげえ、絶対、これは絶対伝える、はい、行きます、レッグアウト、ゆらゆっくり、そのまま怖い、長っ、え、はい、出ました、じゃあそれ見てください、お願いします、いきます、あー、待って、第4走者、はい、僕はもうこれですね、はい、いきます、お願いします、まだ分からんで、まだ分からん、最後にあまりだ、お願いします、え、頼むで、もうこれやと思う、これでしょ、ほら、チームのがとうとな、いきます、見て、いきます、はい、ドン、見てな、いきます、あー、はい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 、それでは答えをどうぞ、こちらドン、我らがアミカを最高に愛している、おー、お、素晴らしいね、この考えだと素晴らしい、すごい、ね、私がね、考えたお題はね、なんとね、はい、なんと、はい、我らのリーダーはこたつだよ、でした、こたつ行って、次アマリザ行って、次アミカ行ったってどういうこと、えぇ、まず説明して、エンちゃんとアミカは完璧に、完璧やった、えぇ、すごい、これを狂わしたのは私の左横にいる、あの、オとかトとかハート、先輩でーす、先輩でーす、オトちゃんが何、あ、あのまま書こうとして、なんかアマリザっぽかって、いやいや、あのまま俺も書いたら、あー、あー、あー、みたいなのだって、で、たまたまなんか最高を愛してるみたいな、最高みたいな書いてたから、
なんかもう我らのアマリザ最高愛してるって書いてもらえで次若葉がそこを我らの何やったっけ、アミカ様愛し最高愛してる、うん、でまあ我らが似てる似てる似てる、まあまあまあ似てるこれおとちゃんあなたよ、こっちの方がいいじゃないですか。まあそれでいいかこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。とりあえず今日はここまで